どうも、ミトです。今日は混ぜご飯と三平汁を作ります。混ぜご飯の方は何でかっていうと、ある時スーパーに行ったらなんかごそっとお米がなくて、いつも夢ピリカ買ってるんですけどなくて、それで同じ価格帯の違うお米を買ったんですね。ちょっといまいち美味しくなくて、で今日はそれで混ぜご飯にすれば美味しくなるかなと思ってそのメニューにしました。あとふと思い出したのが、知人の家でご馳走になった鮭が入ってるすまし汁、そういうものの存在を知らなくて、で調べたらそれが三平汁っていうお汁だったんですね。でふと思い出してそれが食べたいなと思って今日はそれを作っていきます。では今日もよろしくお願いします。はい、それではやっていきます。まな板買いました。今までのこれ白飛びもしにくいと思って使ってたんですけど、どうにもこうにも切りにくくて、実は木の板のとかかっこいいなと思ったんだけど、実家のまな板を思い出して黒ずんでた時もあるし、あの包丁の傷もついてて、それでいろいろ調べて、なんかこれゴムらしいんですけど、持った感じ全然もう全然板、あ、ちょっと待って、でこれいい感じなので使っていこうと思います。まずはじゃ、三平汁からいきます。じゃがいもちょっと死にかけてたやつを使います。皮を剥いて、これを3ミリ幅に切っていきます。水にさらします。具材はじゃがいもと人参と大根と、あと長ネギ使おうと思います。これとあとしめじ入れたいなと思います。じゃ切っていきます。大根は一丁切り、湯によって皮ごと使います。ドレスがないわ。昆布は1時間ぐらい前に1リットルのお水につけてあります。これを沸騰直前に取り出します。人参も皮ごといっちゃいます。多分煮ると皮がペラーンとかなると思うんですけど気にしないです。ネギは斜めに切っていきます。ネギ多めです。さて、そろそろ沸騰してきたので、このまま沸騰させてアクが出るようだったら取るけど出ないですね。で私はここに本だしを入れる、小さじ半分。そうそう、本だしって結構ねアクが出るの。こういう本だしのアクを作ってやるといいみたいですよ。なんかどっかの料理研究家が言ってた。ただ火を弱めて、まず火の通りにくそうなじゃがいもと人参と大根を入れて3分ぐらい。私はキノコが好きなので入れさせてください。沸騰してきたので火を弱めて、キノコからも結構アクが、これでちょっと3分煮ます。その間に鮭の下処理をします。甘口って書いてあるので今回は塩抜きはしてないです。釜と煮を入れます。ここに熱いお湯をかけて網取りをします。繰り返して、もちろんこのままだと熱いので、焼き鮭にするとねそんな臭みなんか気にならないんですけど、一応これ生もの用のまな板です。あはー、舐めない舐めない、釜の硬いところはハサミでいってます。絶対骨クレーム出そうなんで、この部分は骨取ります。骨の部分は一緒に煮ます。はい、鮭が切れたので、鮭とネギを投入します。まあまあ具はたっぷりかな。はい、匂い、これで鮭の塩気がどんなもんかを見てから味付けします。2分ぐらいか、とりあえず2分煮てみます。この人はお掃除してくれてるみたいですね。三平汁煮えました。
3分じゃがいもとコンあっていうか根菜入れて煮て、でその後2分鮭とネギを入れてちょうどよかったみたいです。これでどれぐらいの塩気があるかです。この骨のみ食べて全然しょっぱくないですね、鮭は。じゃあここにお塩を普通の粗塩小さじ1杯、水1リットルで小さじ1杯半でいい味になりました。それでは材料どんどん切っていきます。タケノコの水煮もう全部使っていっぱい作ります。ちょっとこの人は待機してもらいます。卵2個、結構濃いめに味付けていきます。あんまり醤油入れすぎるとせっかくの彩りが台無しになるので、あと小さじ半分の本だし5スプーン、これが小さじ1杯です。2.5 っていうのがあるからそれが小さじだって思われがちなんですけど、これが小さじです。つまり大さじ1入りました。味塩を小さじ半分の半分、油を敷きまして中火です。4本箸でいきます。これ垂れてんのこっちにくるっと返すと液だれしない。細かいパラパラの煮り卵ができました。それでは切り作業に戻ります。人参、人間、冷凍は出したばかりは切れないのでちょっと置いときます。椎茸、ティッシュで綺麗にして、石づきは石づきで薄めの輪切りにします。冷凍のごぼうも入れるんだった。赤はちょっと少なめで同じ量の割合でやってます。人間が頃合いが良いので、アク抜き不要と書いてありますが不要なので不要なことはしません。水洗いはしました。ごぼうはこんな感じでいいでしょう。今日は揚げさん、油を抜かないと。大食いの人って大変ね、こういうの作るとしたら。さて、最後の人、赤鶏のひき肉です。ここにちょっと味付けしちゃいます。料理酒大さじ1、みりん大さじ1、大さじ1入れちゃって混ぜます。こういう風にしとくと火を入れた時にホロホロっと固まりにくいです。さて、火を入れていきましょう。いでは真ん中を開けて、さて火をつけましたらサラダ油を真ん中にちょんとやって、おーし、回し入れます。たら火がそんな強くないうちに鶏肉を入れて炒めます。これ万能だしだからこれ使っちゃうと参考にならないんですけど、例えば味付けにめんつゆ使います。それにちょっとお砂糖を加えて、あ、美味しいなって出来上がるぐらいの美味しさにしてください。まず砂糖大さじ3杯入れてみました。鶏肉に火が入ったところでどの程度の味が大さじ3杯でついたのかを適当に作って食べよう。でも濃ゆくしたいの今日は。
ご飯に混ぜるんでこういう汁がなくなってほしいから煮詰めます。こんくらいの水分なら入れるでしょう。これを混ぜたら味濃くなります。で最後に風味付けに私小さじ1杯半はい、これで混ぜるネタはできました。ご飯に混ぜてみんなのご飯食べてもらいましょう。それでは仕上げのトッピング大葉を切ってきます。この包丁23年、7年使ってます。よいしょ。これこう巻きたくなるところですが長くなっちゃうのでこうです。たら人数分のお米にこれを混ぜていきます。このぐらいの混ざり具合でいいでしょうか。今日は息子とカップで3人分です。完璧です。言ってしまった。ご飯と三平汁でーす。しそを混ぜちゃったら香りがいいかもしれないですね。三平汁。米に火をつけてください。うん。酒。餅？芋じゃん。大根がうまいですね。気に入って、うん、まあまあ成功でした。はい、いかがだったでしょうか。みんな家にこもってて食べるものって言うとどうしても肉に偏っちゃうんで、今日は野菜とお魚、それをメインに作ってみました。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。